クウェート共和国は1990年のイラクによるクウェート侵攻の結果、クウェートに樹立された国家。事実へイラクの傀儡国家であり、わずか1週間で消滅した。1990年8月2日、クウェート国内で革命を起こした反政府勢力に要請されたという形をとってイラクはクウェートに軍事侵攻し、同日中にクウェート国政府の打倒と、 クウェート暫定自由政府の樹立を宣言した。しかし、暫定政府の詳細は明らかにされず、当初からイラクの区別であるとみなされていた。暫定政府は8月4日になって、閣僚名簿を発表したものの、主張とは裏腹に、クウェート人にはほぼ馴染みのない、イラク人と思われる名前ばかりが並ぶものだった。8月7日に、暫定政府は、主張性の廃止と共和制の導入を宣言し、 国名がクウェート共和国に変更されたが、8月8日にイラクがクウェートを併合し消滅した。国際社会からの承認は得られず、またイラク側も承認を求めることはなかった。1990年8月1日、イラクとクウェートとの間で行われていた石油採掘交渉が決立し、翌8月2日、イラクは軍をクウェートに派兵し武力制圧した。イラクは、 武力侵攻の理由について、クウェートにおいて、若き革命家たちによる革命が起こり、革命政府の求めに応じて、軍を派遣したと説明し、同日中にイラクは、国営放送で、クウェート国のジャービル参政政権打倒と、自由クウェート革命の成就を宣言。現地時間の午後2時になってクウェート反、政府勢力による、クウェート暫定自由政府の樹立を宣言し、 暫定政府による声明文を読み上げた。声明第1号声明第2号声明第3号、イラク政府はクウェート暫定政府に対する指示を表明し、暫定政府の求めがあれば数日か数週間程度で軍を撤退させられると表明。クウェートに第3国が介入する場合には攻撃を加えるという方針も発表した。 また従来のクウェート国営放送の周波数は8月2日のうちに暫定政府にとって変わられた。しかし、暫定政府の方針や構成する具体的な人物の名前などが公表されなかったため、国際社会からは当初から実態はイラクの区物であるとみなされていた。一方でクウェートは1000人を超す王族が、 政官財界の要職を占める変則的支配となっており、反政府勢力の受け皿となる不満分子にはこと書か,かないともされた。8月4日夜になって、ようやくアラー・フセイン・アディ大佐を主犯とする閣僚名簿が発表されたが、口述する通り全員がイラク人で構成されるイラク海外政権であるとみなされていた。また同時に、 イラクとの領土交渉を行う用意があることも表明した。8月3日夜、イラク政府はクウェートにおける軍の役割は終わったとして、国外に逃れた旧ジャービル三世政権幹部が帰国しないなどの条件を付けた上で、クウェート暫定政府の同意を得て5日から撤退を開始すると発表。クウェート暫定政府も、 情勢安定に伴って、イラクの兄弟愛的指導を受け、勇敢な軍隊が5日に、日程表に従って撤退することで合意したと、発表した。ただし撤退後も、旧政権の復権はなく、暫定政府がクウェートを統治するとした。しかし、撤退前日の8月4日、クウェート暫定政府は、クウェートの政治、国防機能を完全に掌握したと宣言した上で、 新たに国防組織として人民軍を組織することを発表。これは従来の正規軍とは異なる組織でクウェート人兵士が中心ではあるが他のアラブ人などどの国籍でも参加可能であるとされた。この他のアラブは主にイラクを指すとされイラク軍のクウェートからの撤退は見せかけで名前を変えて駐留し続けるイラクの意思が明白となった。実際 この人民軍には、イラク軍の予備役兵や、退役軍人を中心として14万人以上志願、している。当時、クウェート内に進駐したイラク軍兵士は10万人で、人民軍はこれを4万人も上回る見込みであった。また、クウェートでは、政治経済の要職に就く、支配階級の第一級市民は、約6万人規模で、人民軍創設はイラクからクウェートへの、 大量植民という側面も持っていた。8月6日午後国際連合安全保障理事会は対イラク貿易を全面的に停止するなどの経済制裁を含む決議661を反対ゼロで採択した。これはイラクだけでなくクウェート暫定政府も対象とするものであった。またこの決議はクウェート暫定政府を承認しないという内容も含まれていた。 暫定政府は8月7日を期して市民生活の正常化を呼びかけた。8月7日、アリー暫定政府首相がイラクの首都バグダードを訪れ、フセイン大統領と会談する様子をイラク国営放送が公開。アリーはクウェート国民の放棄にイラクとイラク軍が支援を行ったことに対して感謝し、フセインはクウェートをアラブ社会に復帰させた暫定政府の功績は、 大きいと表明。クウェートへの攻撃には両国が完全と立ち向かうことで合意した。同日夕方、クウェート暫定政府はイラク国へ放送を通じて声明を発表し、クウェートは主張性を今後永久に廃止し共和制を宣言、国名をクウェート共和国に変更するとした。また、イラクはクウェート暫定政府と通貨統合を行うことを打ち出した。 8月8日、イラク革命評議会は、クウェート暫定政府が、息子が大きな家族に帰るように、偉大なるイラクへの復帰を望んだことを理由に、クウェートの併合を決定、クウェート共和国は消滅した。イラクはクウェートが、自国の一部であることを歴史が証明したと主張し、全面的統一を宣言した。暫定政府を承認した国家はなく、 またイラク側も承認を求めることはなかった。1990年8月7日、バグダードで会談するサダム・フセイン大統領とアラー・フセイン・アリー首相8月2日に暫定政府の樹立が宣言された直後、暫定政府を構成する具体的な人物の名前などは公表されなかった。8月3日付のヨルダン・タイムズや8月4日付のアル・アハラムは、 暫定政府を率いる3人の名前として、ナセルアル・アフマドサバーハマエ情報省、アフマドアルサド前議会議長、アフマドアルハティブ議員を挙げたがこれらは未確認情報であり、後に公表された閣僚名簿にこれら3名の名前は入っていなかった。8月4日になってようやく閣僚名簿が発表された。首相が軍最高司令官、国防省、内省を兼任する。 実質的な軍事政権であった。暫定政府は閣僚9人全員がクウェート陸軍の左官であり、よく知られた家の出身であると説明したが、実際にはクウェート人に馴染みがない名前ばかりでテレビ出演することもなく、顔写真すら公表されなかったため、実態は架空の人物を並べただけのペーパー政権ではないかとも言われた。また名前はクウェート人というよりは、 イラク風のものであり、ヨルダンのクウェート大使館は8月5日の声明にて、閣僚は全員イラク人であるという見方を示した。さらに首相とされたアラー・フセイン・アリー大佐は、サッターム・フセイン大統領の義理の息子であるとの見解も示したが、これについては、イラク政府がフセイン一族に同盟の人物はいないと反論しており、結局は間違いだったことが判明している。いずれにせよ、 クウェート暫定政府がイラク主導であるとみなされることに変わりはなかった。8月7日には、アリー・大佐は1988年頃までチューリビア、臨時代理大使を務めていたイラク人であることが判明し、残りの閣僚8人もイラク人であると報じられた。なおイラクは当初、イラク生まれのクウェート人で政府を樹立しようと、画策したものの、誰も応じなかったとも報じられている。 クウェート暫定政府の樹立宣言に対し、政権を追われ、サウジアラビアに逃亡したジャービル3世は、政権の存続を主張した。サード首相は、抵抗を呼びかけ、クウェート軍による散発的な抵抗が続いた。当初、クウェート国民は、統一感にかけ、指導者層に対する反発があったことから、暫定政府に対する本格的な抵抗運動が発生するか疑問視する。 声も上がったが、不服従運動による抵抗が見られた。イラクによるクウェート暫定政府の樹立宣言直後、アメリカ合衆国のジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は、暫定政府は非合法であるとして承認しない考えを表明し、緊急招集された国際連合安全保障理事会もイラクに対し、クウェートから即時撤退するよう決議を採択した。また、 決議661では、クウェート暫定政府を外来政権と位置づけ、承認しないとしている。日本でも、栗山ア一外務事務次官が、あるリファイ中日イラク大使を外務省に呼び遺憾の意を伝えたが、リファイは信仰という表現は適切ではなく、クウェートの革命で樹立された、新政府の要請に基づいた行動だとするイラクの立場を説明。しかし栗山は、 革命が起きたという認識は誤っていると指摘し、リファイはクウェート新政府が干渉を受けなくなればイラクは軍を引き上げる可能性があると表明し、日本政府の意向を本国に伝えるとした。8月4日にアラブ連盟は緊急外相会談をカイロで開催し、イラクの傀儡政権を承認しないと声明。8月4日、欧州共同体はローマで緊急会議を開催し、 クウェート暫定政府は認められないと声明。8月8日、ヨルダンのムダル・バドラン首相は、クウェート共和国を承認しないと表明。クウェート共和国消滅後、首相だったアリー・大佐は8月8日に、イラクの4人目の副首相に任命されている。8月28日、イラクは併合した、クウェートの大部分を19番目の県、クウェート県都市、カーズイマ、アルジャハラ、 そしてアルアフマディの3つの行政区画に分割した。そして同時に、石油石出港のある都市、アルアフマディをアルニダに解消し、さらに、バスラ県の領域を数キロメートルにわたってクウェート側に広げ、アブアリダリを含む範囲に再編した。バスラ県に加わった新たな領域は、サッタームフセイン大統領の名前にちなみ、サダミア・アルミトラと命名された。ここには、 クウェートとの係争の原因になっていたルマイラ油田が含まれている。翌1991年に発生した湾岸戦争でイラクは敗北し、クウェートより撤退、クウェートは解放された。ありがとうございます。